さんって、なんて言うんだろう、もう鎖目線で言うんだったら、めちゃくちゃエロいっすよ、ね、エロい。うん、エロい。ね。<laughs> 岩井さん、おすすめの BL 作品を。教えていただきたいと思います。やった。<笑><笑>中村あすいこ先生、は僕同級生って作品がね。あ、同級生。アニメの映画化もされてるんですけど。はい、はい。あれ、すごい、いいです、ね。そう、すかね、うん。えっ、ー、と、さ、くらびはしご先生。 年下彼氏の恋愛管理。ま<あ>これめちゃくちゃいいですね。ああえー、僕好きなんです。ええ、どこがいいですか。あと、原田先生っていう。うんうん、あの、そ生の作品も好きなんですけどね。のネ、うん、ガポジっていう。ちょっとなんか、暗い感じの D. L. の方と、明るいこの D. L. の方ああ。ああ、どっちも楽しめるってことある。あ、うん、そうそうそう、あ、この、この二つね。<ー>うん。 そうそうそう。そう考えるといろんな視点の BL が生まれるっていうか、うん、お笑い芸人さんを BL で見ていらっしゃる方もい,あいると思いますよ。あね。らい、うん、<市>うちは多分そんなないっすね。そうですか。うん、そうかな。なんでかわかりますか。わからないですか。なんでだろう。え、理由あるんですか。うん、え、ちょっと待って。うん、なんでだろう。なんでだろう。え。 ええー、ちょっと待ってくださいねええー、でも、うん、やっぱなんか私今まであんまり大ピラに言わなかったですけどハライチのターンをすごく聞いてるんですなんで言わなかったんですか <laughs> 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 ありがとうございますすいませんめちゃくちゃ大好きなんですけどお二人がはすごくいいなって思うんですよなんかこう なんかともすればイチャイチャしてるようにも見える時があるのですよあ、まあ、同級生ですからねそうそうそうでやっぱ金スマとか見ちゃうと、うん、もうあこの2人しかなかったんだなっていう、うん、なんかそうまあ友情とかも関わってきますけど、うん、なぜかというと、はいあのー、どう見ても澤部ーーのんけだからですね。<laughs> そうですね。そうですね。サーベイの創作意欲、多分わかないと思うんですよね。確かに、もうね、個室ビデオにいらっしゃるイメージしかないですよね。そうなんですよね。そうだわ。ああ、そこまで考えが至らなかった。そうなんですよ。まあ、自分で言うのなんですけど、僕なんか格好の餌食だと思いますけど。いや、そう思います。うん、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 うん。でも、サーベイがちょっと違うんで。 うん、おこどうですかなんか、ポイーコンビいますか、うん、ポイコンビですかポ、うん、イコンビかポイコンビというか、私は爆笑問題のお二人が好きなので、うん、太田さんの妄想はすごく悪太田さんって、なんて言うんだろう、もう 別に俺先輩だし太田さんの方が全然先輩だし、うん、やっぱ男なんであれですけどそういう鎖目線で言うんだったらめちゃくちゃエロいですよね太田さんって。分かんないと思いますけど <laughs> 普通の人には。<laughs> ね、そうななんだなんかあの意地悪な目つきとか、うん、なんかねちょっとゾクッとするんですよ。うん でも絶対責められると弱いんですよ。ああ、そうでしょうね。そう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 。でも、確かに、田中さんは絶対にのんけだから。そことはつなぐ。そことは、そうですね。じゃ、あの。僕の知り合いの。その、B. L. 好きの人が言ってたんですけど。あの。芸人界で。 確実にこの誰とでも受けそう受けはいがいるんですけどこれ誰だと思います？向井さんですか？ああちょっと違う違うんだ向井イくんもなんかワンコ受けっぽいですけどワンコ受けちょっと説明してください可愛らしい可愛らしいなんかあ犬ってことですか？うん受けええ誰だろう あ、ちょっと待って気になる、当てたい受け、うん、ですよねこれ意外ですよ、めちゃくちゃえ、意外なんですか、はい、意外、うん、意外かあの、普通の人から見たら攻めにしか見えないかもしれない攻めにしか見え見た目はね有吉さんですかあー、ぽいね <laughs> いいとこいってるねーやった褒められたぽいけどうん

そうなんだああ、確かに確かにそうなんかなんかわかるニュアンスつかめましたはい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 ようこそ入門してたあーあ確かになんかすっごい責められてそうな感じはします BLCD とかも聞かれたりしますかあ聞きます聞きます それはやっぱりねあの自分でもねコントを BL にしてうん、うん、それを音声で当ててもらったやつとか作ったんですけどやっぱすごいですねやってる人はそうだって、うん、まあ当たり前ですけどマイクに向かってね、うん、何も絡みもなしにやるわけですもんね、うん、声だけで。 やっってもらったら白,井雄介君と白井君と伊藤健斗君でねやってもらったんですけどすごかったっすやっぱり。やっぱえと受けの方がなんか聞くところによると受けの方が簡単らしいですよ。だって導かなきゃいけないんですもんね攻めの方は。だから言ったら別にそういう気持ちがそもそもある人じゃないじゃないですか。 だけど自分から自発的に攻めていかないといけないはででも受ける方は受ければいいじゃないですかだから受けの方が簡単っちゃ簡単なんですって。これは本人が言ってたんですけど白井君は僕仲いいんですけどそういう演技をする前にあのまあ どういうもんかと思って。さ <noise> すがだなやっぱ白井さんは<ー>白井さんはねちょっとね変だと思ってたんです。<laughs> <laughs> どうかしてますから,、ねら。どうかしてますね。うん、あそれはでもすごいプロですね、うん。プロですよね。 演技としてはプロなのかもしれないですね。いやそうですよ。だって感覚がわからないものってやっぱりやりづらいですもん。うん。あったなんかバナナ持ってくる人とかも言いますよね。だからね。ああ、そっか。あ、確かにね。あの音とかね、ちゃんとわかる。私もキスシーンとか手の甲にちょってやったりしますね。まあやりますよね。声優さんってね。そうそうそう。そういうことですよね。いや。え、そうなんだ。ちょっとなんかあの自分の。はい。 この好みが分かったらこっそり教えてくださいわ、うん、<れ>かりました、はい、ちょっとあのさっきの教えてくださった年下彼氏の恋愛管理で、ね、年下彼氏の恋愛管理で絶対見ます、うん、絶対見て、はい、このカップが推しだという <laughs> はいお伝えしますということで、はあ、岩井花沢のこの BL が熱いまたお会いしましょう <laughs>